今回は国際輸送におけるコンテナの種類についてお話をしていきたいと思います。海上輸送をするためのコンテナには様々なタイプのものがあります。世界中から食品、工業品、化学品、生活用品など様々な貨物が輸送されるために使われるのですから、それぞれの貨物の特徴に合った最適なコンテナを選ばなければいけません。今回重点を置いて説明するのはコンテナの種類と特徴、そしてコンテナのサイズについてです。まず今回ご紹介するコンテナの種類です。ドライコンテナ、リーファーコンテナ、オープントップコンテナ、フラットラックコンテナ、アイソタンクコンテナです。一般的にコンテナには20フィートコンテナと40フィートコンテナがあります。このフィートとは長さのことで、20フィートは約6メートル、40フィートは約12メートルの長さがあるコンテナのことになります。この中でアイソタンクだけはフィートではなく、容量の大きさでコンテナサイズが分かれています。まず最初はドライコンテナです。ドライコンテナは貨物を輸送する箱としての機能があるコンテナです。市場に最も多くあるコンテナで、主に一般貨物を輸送するときに使われます。またクラスにもよりますが、危険品を輸送するときにも使われます。この後にいろんな種類のコンテナをご紹介していきますが、まずこれがスタンダードなコンテナと理解してください。次にリーファーコンテナです。リーファーコンテナは温度調節機能があるコンテナで、動く冷蔵庫のようなものです。コンテナのメーカーにもよりますが、主にマイナス30度からプラス30度くらいでの温度の調節が可能です。海上輸送するコンテナ内の温度は赤道直下で60度から70度近くまで上がります。しかし、リーファーコンテナだとコンテナ内の温度を一定に保つことができるのです。なので食品の輸送に多く使われたり、また温度管理が必要な危険品の輸送にも使われることがあります。次にオープントップコンテナです。オープントップコンテナはドライコンテナの天井がないものだと理解してください。天井がないので背の高い貨物を輸送するときに使われます。また高さはないけれども重たい貨物をコンテナに入れたいときもオープントップは使われることがあります。一般的な3トンや5トンフォークリフトでは持ち上がらないような重たい貨物をコンテナに積み込むのは簡単ではありません。しかし工場にある天井クレーンやレッカーを手配してコンテナの上部から積み込みするのはそれほど難しいことではありません。積み込みが完了したらカバーで天井部を覆いますので、雨によって貨物が濡れる心配はありません。そしてフラットラックコンテナです。フラットラックはドライコンテナの天井と側面をなくしたコンテナです。ドライコンテナの幅より大きい貨物を輸送するときに使われます。またオーバーサイズの貨物だけでなく、コンテナ内に収まるインゲージのものを積み込むときにも使われる場合があります。側面から積み込むことができるので、工場の設備や積み込み環境によってはインゲージだけどフラットラックが使われる場合があります。一般的に特殊コンテナであるオープントップやフラットラックコンテナの海上運賃は高くなります。それはコンテナ船でそれらのコンテナを置けるスペースが限られているからです。例えばフラットラックでオーバーサイズの貨物を運ぶ場合、上部だけでなく両側側面のコンテナスペースを余計に使うことになります。場所を多く使用するので運賃は高くなります。しかし特殊コンテナであってもインゲージであれば本船上で使えるスペースは制限されませんので、海上運賃は抑えることができたりします。そして最後にアイソタンクコンテナです。アイソタンクは液体物を輸送するときに使われます。ワイン、ジュース、化学品など容器に入れるよりアイソタンクコンテナに直接入れる方がトータルコストが安く抑えられる場合があります。次にコンテナのサイズについて解説をしていきましょう。まず20フィートコンテナです。実際の業務で必要なサイズはコンテナの内側のサイズである内寸です。20フィートコンテナは約 2.3 メートルの正方形で、奥行きが約6メートルあると覚えてください。正確に大きさを暗記するのではなく、ざっくりで大丈夫です。船会社によってもコンテナのサイズは微妙に違いがありますので、私は正確に暗記する必要はないと思っています。テストに出るわけではないので、実際に使えるかどうかが重要なポイントです。そして40フィートコンテナです。40フィートコンテナは20フィートコンテナと幅と高さが同じ 2.3 メートルで、長さが20フィートの場合で約12メートルだと覚えましょう。こうやって覚えると簡単ですよね。そして40フィート配給部コンテナ。配給部とは高さがあるコンテナのことで、主に40フィートコンテナとなります。20フィート配給部はあまり一般的ではありません。そしてサイズですが、40フィート配給部は40フィートコンテナの高さが約 2.7 メートルになったと覚えてください。コンテナのサイズをまとめるとこのようになります。先ほどもお伝えしましたが、ざっくり覚えましょう。出てくる数字は4つしかありません。
この中で共通しているのはコンテナの幅が 2.3 メートルだということ。あとは20フィートで6メートル、40フィートで12メートル、耐久部で 2.7 メートル、オープントップは天井はなし、フラットオフは天井と側面がなし。このように覚えれば簡単だと思います。そしてコンテナのサイズと同様に重要なのが積載可能な貨物重量です。鉄や機械、液体、水、お米などのかさばらないけれども重たい貨物を輸送する場合、海上輸送においては貨物重量は安全のために非常に重要なのです。それゆえ20フィートコンテナでも40フィートコンテナでも積み込み可能な貨物重量は約25トンとなります。これを覚えておいてください。40フィートだから20フィートの倍の重量の重さを積み込めるというわけではありません。そして最後にコンテナのグレードについても触れておきましょう。コンテナは長く使用されると傷んできますし、また積み込まれる貨物によってもコンテナの品質は変わってきます。使い終わったコンテナはコンテナデポで洗浄され、修理をされるのですが、グレードが A、B、C のように分けられます。例えば食品や医薬品などの A 製品を輸送する場合は、コンテナグレードは A でなくてはいけません。グレード A のコンテナは大きな傷もなく、床も剥げておらず、臭いもない状態のコンテナです。そしてグレード C のコンテナですが、さすがにコンテナの天井に穴が開いていたら NG ですが、傷むことがある程度前提として使われるものです。スクラップや廃材、鋼材などを輸送するときに使われたりします。いかがでしたでしょうか。貿易に携わる人であれば、貨物の内容によってコンテナを使い分けなければいけません。また効率的に貨物の積み込みをするためにコンテナサイズも理解しておかなければいけません。今回お話したコンテナの内容はとても大切ですので、実際の業務に早く使えるように今回の動画を何度も見直していただければと思います。